はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、これ発泡酒ですね。これ100円ショップで売られてました、発泡酒。ユーロホップです。これ前も飲んだ気がするんだけど、まあいいか。ベルギー産、アルコール度数 5%。値段が108円だった気がするけど、うん。原材料が発泡酒、加工、麦芽と大麦とコーンスターチと、ホップ。と、スピリッツ、かっこ大麦と米です。まあ、ベルギー産ってことは結構いい。まあ、100円だけどな。まあ、100円だけど、ベルギー産だったらまあ、割といい味するんじゃない？わからんけど。カンピー。まあ、うん。まあ、割と美味しいんじゃないか。割と美味しいんじゃない。発泡酒、うん、まあ発泡酒だから、まあ第三のビールよりかは位としては上だから。ちなみにこちらが、アマゾンで、これが24回で2940円となっております。うん。うん。割と喉越しもいいですね。まあ。発泡酒ってそもそもあまりないんですよ。キリンの淡麗生がなくなってから、淡麗極上になってから、ほとんど発泡酒は飲んでません。うん。まあ、発泡酒は大体値段としたら、150円ぐらいで売ってるじゃん。120円ぐらいか、130円ぐらいか。まあ、大体もうあれだからな。第3のビールだからな、みんなな。だから、発泡酒と、発泡酒っていうのはほとんど売られてないよね。今の時代は。うん、まあ、そこそこ美味しいんじゃない？まあ、元はね、淡麗極上生があったからよかったんだけど。結構でも美味しいな、これな。元々は淡麗生だったんだけど、極上生になってからまずくなったという。ね。でもこれは、割とね、濃いです、味が。割と濃いですね。味は濃い。結構コクがある。まあ、あとは淡麗グリーンラベルとかね。まあでもこういう類の、まあ、発泡酒とかは、まあ結構ビールっぽさはやっぱ若干あるんです。この喉越しはほとんどビールそのものみたいな感じはするんですけど。まあなんかあれだよね。唐揚げとかと一緒に食べると、飲むと美味しいって。発泡酒は俺昔その淡麗生を飲んでたんだけど、発泡酒の中で一番うめえと思ってる。まあだけどね、まあ、いわゆる、あれですよ。何か唐揚げとか肉系を食いながらね、
その淡麗の生をね、飲むのがね、美味しかったんですが。まあ、グリーンラベルは糖質 70% オフだから、まずいんだよな。まあ、あれだよね。淡麗極上生を久々に飲んでみてもいいな。まあね、美味しいですね、これ、普通に。淡麗のキリンの淡麗生は、もともと98年に発売して、そんで、まあ長い年月をかけて、2015年に、淡麗極上生になってまずくなったという。好きだったんだけどな、淡麗の生はな。まあ、あの、第三のビールよか、まあ、美味しいと言えば美味しいような気はするんだけど、まあ、コクがあるはあるんですよ。まあ、でもこういうのは基本的に、何かと一緒にね、食べながら飲むっていう、そういうあれだからね。あ、そうです。ベビースターラーメンおつまみを食べよう。これ美味しいんだよな。これは好きなんですよ。うん。まあでも時代はやっぱりあれですね。第3のビール。発泡酒より第3のビール。という感じでしょうか。うん。そしてあれですね。アルコール度数が高い。ね、アルコール度数 9% とかの。まあ、第3のビール。値段も100円ぐらい。まあ、発泡酒よりは安いですからね。発泡酒はその分ちょっと高い。うん。スーパー行ってもほとんど発泡酒見ないもんね。うん。あの、ほとんど9割方第3のビールと生ビールだからね。あ、一応アサヒはあれなのか、スタイルフリーとアサヒ本生ドラフト、これも見ないですね。一応売ってるらしいんだけど見ない。で、アクアブルー、朝日本生ドラフトは結構美味しいんだけど、売ってるの見たことないもん。これは見たことないなぁ、もう最近。朝日本生ドラフト。うまい。うん。前飲んだことあるんだけど、
まあ、そこそこ美味しかった気がするんだよね。そこそこ。まあでも今ビールも高いしね。ビールも200円ぐらいするしな。まあやっぱ第3のビールあたりは。でもこれ108円で買えたから。あれだな。安いっちゃ安いよね。コクもちゃんとあるし。ちょっとなんか、ちょっと何かこう、引っかかるあれはある。なんかこう、なんかえぐいような何かがあるんだけど、喉越しはまあ間違いなく、ビールみたいな、ほとんどビールと、変わんない感じはするけど。まあほんのり苦味もあり。あれだよね。第3のビールが売れ行き、あれだから、売れ行きがいいから、もう、誰も発泡酒を見向きもしない。やはり安いというのはね、正義なのだよ。安いってことはやっぱ正義。なんですかね。まあ、味よりもやっぱり。まあ、アルコール度数 5% とかね、まあ、普通に酔えて、まあ、そこそこ、うまければ、まあ、あれなんだね。そこそこうまければ、まあ、あれなんだ。そこそこうまければ、そこそこでいいんだよ、別に。コクはちょっとあるね。まあ、わりかし美味しいんじゃないですかね、これはね。まあ、値段も100円と安いですし。まあ、4234です。ご視聴ありがとうございました。